じゃない。いいか。
負けたけど、大きさじゃ僕も負けてなかったよ。またいつか勝負ね。おはよう、たくみ。どうしたの？ぼーっとして。旧時代の学ぶことが義務だった時の職業？Kケイ先生の影響を受けすぎ。うん、興味のある話ならいいけど、つまらない話まで義務で聞かされてたんだから大変だよね。どうしたの？ぼーっとして。なんかあったの？昔のことなんでしょ。とりゃー、踏みつけられたカエルのようだね。おはよう。どう？今日のはいいでしょ。生活を支え、またこうやって授業にも利用しているタウンだが、このタウンがいつどこでどうやって作られたのか分かっていない。ただタウンインの仕方やタウンでの振る舞い方、メンテナンスのやり方などはみんな知っている。私たちが生まれていつの間にか言葉を覚えているようにだ。ところで、アヤ、どれくらいの人数が活動できるように設計されていると思う？200万人くらい？それでは今利用している世界の人の数より少ないよ。そうだよ、アヤ。まったくしょうがないな。うるさいわね。ケイ、3000万人くらいでしょ？私の試算だから正確な数字ではない。しかしそれほどのズレもないはずだ。どうしてこんな巨大なものを作ったのやら。昔は人がもっとたくさんいたんじゃない？そうだっけ？僕の言葉を逐一覚えているって、それは当然のことさ。なんで、なんで、どうして？もちろん、あ、い、があるからさ。あー、はいはい。みんなもどこかで一度や二度は聞いたことがあるだろう。
過去には人の寿命が今よりずっと長かったことがあったと。それを裏付けるものはないし、多分願望が生み出したものではあろうけど。匠、もし私たちが今の倍、50歳ぐらいまで生きられるとしたら、それは嬉しいことだと思う？休憩にするか。